の方のアプリも使って動画の配信もしているので、これからまた新たなアプリも始めて、ぜひ皆さんにラマの滑りを見てもらってスノーボードをやるモチベーションにしてもらえたらありがたいなと思ってます。北京オリンピックに向けてね、競技の人口は増えてると思うんですけど、あと楽しんでいるファンライディングをしている一般の方たちかなり増えてると思うんです。数多くの中国のスキー場に行っていったんですけども、すごく綺麗でリゾート感のある素晴らしいスキー場が多いと思いました。おそらく日本をもうすでに超えていると思うので、このまま発展していってもらえたら世界中のみんながスノースポーツをしに中国に集まるようになるんじゃないかなと思ってます。やっぱり記録もそうなんですけども、自分との戦いだと思うので、怪我のないように事故の記録を伸ばせるように精一杯頑張ってほしいと思ってます。北京オリンピック頑張ってください。北京オリンピック選手の皆さん、ジャイロー。